はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはシンスメモリーズ、星の空の下でです。ということでね、メモリーズオフの関連だよねと思うけど、シンスって付け方は面白いですよね。シンゴジラとかね、シンエヴァンゲリオンとかのカタカナでシンつけるノリを多分入れて、だけども違うっていうようなやり方なのかなっていうふうには思うんですが、まあ、早速サイト見ておきましょう。はい。ということでこちらね、はい。かけがえのない思い出、またここに、恋愛アドベンチャーゲーム、シンスメモリーズ、星の空の下で、こういう読み方がね、難しいんですけども。で、これよく見るとね、ロゴのところに、オフ・ザ・スターリー・スカイってあるんですよ。だから、シンス・メモリーズ・オフ・ザ・ストーリー、スターリー・スカイなので、シンスを抜くとですよ。で、メモリーズ・オフでしょ。で、最後に、まあ、ザ、スターリー・スカイなんで、ちゃんとメモリーズ・オフっていうのが入ってますよっていうね。で、誰も気がつかないだろうし、そんな、わざわざ英語にして、うんぬんってやらないだろうって思う部分があるんですけど、まあ、細かいことやってますね。で、これ、こちらが2021年9月16日に、オンセールということになってます。ということで、イントロダクション。もう一度始めまして、1999年に第1作目を発表し、2018年の第8作目に思って幕を閉じた、メモリーズオフシリーズ。シリーズ完結後も国内外からも多くのファンの皆様より声援をいただきました。そして2019年のメモオフ20周年を経て、現在を舞台とした新たな恋愛模様を描く完全新作の物語が幕を開けます。第一代から始まる新しい関係、それとも、痛み、切なさ、楽しいだけではない恋愛の側面をも描き続けてきたメモリーズオフシリーズのコンセプトを受け継ぎ、シンスメモリーズでも、では、様々な新規要素を組み込みながら、いつもと変わらない新しいメモリーズ。さらなる苦しさと、さらなる喜びと、さらなる悲しみと、さらなる愛おしさを世界のファンへお届けします。ということでね、まあ、ストーリーってあるんで、ストーリー見てみましょう。はい。何でも屋で展開する継承の物語。大学に通いながら、家業の何でも屋、大学に通いながら実家の何でもや、水元堂、水源堂を手伝う主人公純也。彼の心は、昨年この世を去った兄、高谷に対する思いに縛られていた。どうして俺が生き残ってしまったのだろう。そんなある日、一人の少女と出会う。あんたが死ねばよかったのに。彼女は純也にそう告げ、正体も明かさず消える。なかなか意味深ですね。そんな彼のもとに、幼なじみの北条千早から北条家、旧宅のリノベーション案件が舞い込む。純也にとっては初めて担当する大きな仕事だった。初めてのことの連続に戸惑う純也。一人では成し遂げることができないこの課題にどうやって立ち向かうのか。仕事を通して出会うさまざまな人たち、それぞれの感情が起こす数々の問題と確実に翻弄される純也。北条家旧宅のリノベーションは成功するのか、あの少女は誰なのか、兄の死にまつわる因縁が今動き出す。ということで、まあ、なかなかのね、こう、一筋縄ではいかない主人公の、まあ、ここから、まあ、てか今のところ恋愛要素ゼロなんですけど、入ってくる情報、恋愛要素ゼロなんだけど、でも、まあ少なくとも、その、なんだ、これ、あんたが死ねばよかったのにって言った子が多分一番こう、メインのヒロインになるのかなっていう気もするし、幼なじみの子もね、いるし、まあなんとなくこう恋愛要素に発展しそうな子が、とりあえず二人いることが分かりましたぐらいなのかな、このストーリー見て思えるのは。はい。で、まあ ちょっとギャラリーね。ギャラリーはこんな感じになってます。まあこちらね、公式サイトの方にリンクを概要欄に書いておきますので、ぜひ辿ってみてください。あとスペシャルの方にはこんな感じでね、ムービーがありますのでね、こちらも見ていただければと思います。で、戻ると、
まあ、こう、キャラクターってあってね。まあ、この中に、結構、あんたが死ねばよかったのに的なことを言った子がいるのかな？いないのかな？誰なんだろうなって、こう、なるわけですよね。ちなみに、あ、これが主人公か。主人公、どうして俺が生き残ってしまったのだろう。水元純也ですね。水元家の次男、千早とは小学校入学前からの幼馴染。真面目ゆえに生き方が不器用な青年。大学に通いつつ家業の何でも屋として働いている。数年前、兄と共に交通事故に遭い、純也だけが生き残った。兄を死なせたという思いから自身の罪を償うために生きている。ということで、なかなかね、思わせぶりな感じなわけですけど。まあ、で、まあ、この中にいるけど、まあ、誰なんでしょう。この人ですね。はい、あんたが死ねばよかったので。まあ、これが誰かは、ぜひ公式サイトの方で、ね、見ていただければと思います。ということで、一応商品のね、内容をちょっと見とくと、あ、一応発売日がね、9月2日だったのかな。まあ、2週間ぐらい伸びた、発売日伸びたっていうのはあるんですけど、まあ、これはもう発売してしまえば関係ないので、で、限定版があるんですよ。限定版特典、はい。こちらね、スイッチと PS4 両方ともこう、並べて写真あるんですけども、まあ、外箱とね、中のゲームパッケージに関しては、それぞれのね、ロゴが入ったりとか、まあ、特殊な、それぞれのパッケージ、あと、メディアね、ディスクだったり、カートリッジだったりするけども、限定版としての通常のこのグッズ関係は全部統一っぽいですよね、こうやって見ると。はい。で、設定資料集と、サントラ CD があって、BGM& ソング集ね。設定資料集、イラストやキャラクターデザイン画&衣装設定、ラフ画や、背景画のマップ解説など盛りだくさんの内容でお送りする設定資料集。A4 サイズ、本文64ページ。結構いいボリューム感ありますね。で、サントラ CD、BGM&ソング集。ゲーム BGM のほか、OPED、挿入歌のゲームサイズと、メインヒロイン5人の各キャラクターソングを収録。メインヒロイン5人だそうです。だから、幼馴染と、あんたが死ねばよかったのにと、プラス3人かなっていう感じですね。でも、この設定資料集とか、サントラのディスクに載ってる2人っていうのが、幼馴染と、あんたが死ねばよかったのに猫かな。はい。変な内面をつけちゃいけないね。まあ、まあ、そんな感じかなっていうのは想像するといいと思います。ということで、はい。シンスメモリーズ、星の空の下で、恋愛アドベンチャーですね、ジャンルはね。で、機種はプレイステーション4と Nintendo Switch。で、発売日が2021年9月16日。で、価格が通常版が8580円税込み。で、限定版が11880円税込みということなので、3300円か。3300円分の価値が、その、サントラ CD とか設定資料集にあると考えるかどうかですね。これはなかなかいい値段してるから、あの設定資料集いい紙なのかなとか、ちょっとそういうところ考えてしまいますけど、まあ皆さんはね、そういうところをいろいろとこう考えながらね、買うかどうか、限定版にするか通常版にするか考えていただければと思います。あ、ちなみにセロ C、15歳以上対象のようです。ということでね、この動画が役に立ったかどうかは別にして、僕のチャンネルに応援していただける方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。